どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ガズレレ YouTube チャンネル見てたらどんな方でもあっという間にウクレレできますよということで、今日もレッスン取り組んでいきたいんですけど、最初にちょっとお知らせ。はい、ガズレレって2023年で10周年になります。これを祝いして5月にですね、ライブイベント東京名古屋大阪で開催です。ぜひ皆さん、来てください。会いに来てください。概要欄に、リンク貼っときますよ。この件について楽しみだなということなんですけど、さあ今日のレッスン入っていきましょう。今日はですね、めちゃくちゃ元気になれちゃうキッズソング、パワフルなキッズソングをお届けしたいと思います。はい、こちらドン、ボヨヨ行進曲。これはですね、ほんと元気になっちゃいますよ。この曲、中西敬三さんの作詞作曲なんですけどね、このね、メロディーもいいしね、この歌詞のね、力強さとかもうね、ほんと元気いっぱいになっちゃいます。モリモリやっていきましょう。今回はこれ、キッズソングで、キッズと一緒に盛り上がれるということを一番大前提において、あえてのですね、シンプル簡単バージョンのみの、演奏でいきたいと思うんですけど、これもほんとね、この簡単バージョンでもね、十分すぎるぐらいのね、すごい曲なんでね、お楽しみにしてください。そしてこの曲はですね、以前ね、2017年なんてもかなり前になりますけど、一回ガズレレ YouTube で取り上げているんです。まあだけどね、今もう一回ね、わかりやすくして、もう一回公開したいと思います。で、まずこれからね、ちょっとデモ演奏するんですけど、後半にちょっとね、いろんなご提案をしようと思うんで、ぜひとも動画最後まで見ていてください。皆さん、音楽ってね、すごい簡単ですよ。今すぐ音楽始めませんか？今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはですね、今まで私音楽やったことないから無理とか不器用だからちょっと苦手という、そこのあなたもですね、あっという間にできるようにしている、もうすごいね、もう夢のようなね、ウクレレレッスンプログラムがあるんです。やってみたいなと思った方、本当にできますからね、概要欄にすぐできるウクレレプログラムのリンク貼っとくんで、ぜひ始めていきましょう。そしてね、このガズレレでね、取り上げてるレッスン曲ってもうね、2000曲近くあるんですよ。どうせ練習するんだったら皆さんの好きな曲でやった方がいいと思いますんで、皆さんのやってみたい曲名、スペース、ガズレレという感じで、YouTube で検索していただくと結構出てくると思いますからね。はい、どれもモリモリ音楽やっていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。元気モリモリのキッズソング、ボヨヨン行進曲、ガズレレ流簡単版でやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。テンテレン、テン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 、ボヨヨヨン、イエイイエイ。
曲やってみました。なんでしょうか、もうすごいエネルギーがですねこう湧いてくる、ちょっとこうね切ないメロディーも入ってきたりして、名曲でございます皆さん。そしてそれだけじゃない、やっぱりねみんなと盛り上がれるっていう要素がすごく大きいと思いますね。今のかなりゆっくりやったんで、これで初心者の方もぜひちょっとトレーニングしてください。とはいえコードはですね結構多いんですよね、コードは。はい、まあなんだけどもゆっくり、練習すればできると思います。はい、まずねガゼレレの動画にはですね歌詞とコードが表記されてますんで、ウクレの練習開始してもらって、ガズさんの今のシンプル簡単バージョンに合わせて演奏できたらもう1個目のゴール達成だと思いますよ。もうこれでもうバッチリ一緒にね演奏できるようになった方おめでとうございます。そしたら次のステップいきましょう。次のステップは何かというと、今度はガゼレレ動画を見ずに皆さん一人だけで歌って演奏してリズムを刻む、これをやっていただきたいと思うんですよね。でも最初から歌詞とコードを覚えるのはなかなかね大変なんです。最初のうちは楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃうのがいいと思いますよ。こういうキッズソングって、まあどうせ演奏するんだったらばですね、楽譜を見ながらキッズと歌うんじゃなくて、もうキッズと顔を見ながら、みんなの顔を見ながらやっぱ一つになりたいみたいなのあるんで、覚えちゃうのを目的にするといいんですよね。まあなんだけど最初からいきなり覚えられないんで、楽譜で覚えた方がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はガズさん、このね、ノートを見て、ノート楽譜書いてる、これ、これを見ながら今演奏してきました。ボリューム今日これ結構2枚にわたっているんですけどね。はい。もうちょっとしたらですね、これ皆さんにも、ね、見やすいようにこのアップに移して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってやろうと思うんですけど、今大変便利なサービス、このガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブって一体何かというと、毎週660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたボリューム更新曲を含む、ガズが今まで取り上げてきたもう膨大な数のノートの手書きのノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、皆さんがこの曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしていただけるという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブにはですね、楽譜のダウンロード以外にも楽しいコンテンツ盛りだくさんなんです。まずはですね、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーが参加できる、ガズオンというですね、オンラインライブセッション大会が毎月2回行われているんですよ。課題曲を組みてみんなでワイワイ世界中で盛り上がる、これ最高な体験でございます。そしてね、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画アップロードできる Facebook の非公開ページ、そこでもいろいろねスタッフとか僕の、投稿があったりとかしてね、かなり面白いね、あの村、まあまあのオンライン上の村みたいになってますんでね、ぜひあの概要欄に貼っておくのでチェックしておいてください。あとこのねガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学は今ね見ていただいている YouTube のメンバーシッププログラムというのを使ってまして、毎月590円で週に2回の毎週2回のライブ配信による濃厚解説レッスン、みんなでチャットでリアルタイムでやりながらやってます。課題とか課題曲を決めてみんなで深掘っていくんですけど、これ大学なのでね、かなりね深いとこまでやっております。16ビートぐらいができるようになって入ってくれた方が面白いと思いますよ。こっちも概要欄に詳細貼っとくので見といてください。そしてガズさん、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリでどなたでもいつでも無料で聞ける、めちゃくちゃ役に立ってものすごく楽しい、そしていい話満載のラジオ配信ガズラジ、皆さんぜひこれも聞いてください。365日やってますよと。はい、今ご紹介したこの3つのコンテンツ概要欄に貼ってあるんでぜひ見てみてください。さあそれでは楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版のボヨヨン更新曲キッズソングです。はい、見ていきましょう。このねイントロここ伸ばすって書いてある、ここね、あのなんか更新曲っぽいラッパのフレーズが印象的な、これは口でねメロディーを言ってください。ここワンブロック2個入ってきてますからね、ここで伸ばしといて、でここで1,2,3,4,1,2,2ブロック間奏をはめて、こっから歌が入るよということでございます。はい、こんな感じで映しておくので、ぜひ一時停止していただいてね、書いていただくのがいいと思います。アップで映しておきますんでね、 A メロのところを映しておこう。はい、そしてですね、今紹介させてもらったガズクラブで、このノート楽譜ゲットしてもらうのめちゃくちゃいいと思います。このガズのノートの特徴は、この V が書いてあるじゃない、チェックマークみたいな。これはね、休符なんです。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、どんな大変な、うん、ことが起きたあって、うん、こういう感じで、この休符にこのね、マークがあったりとか、リズムがすごい分かるようになっていたり、この位置関係でなんとなく言葉のパ、入るタイミングが分かるかなとか、早口でいうとこはこう、くるっと囲っていたりとか、そういうヒントがいっぱいあります。あとは歌詞カードには出てこない、伸ばすというね、この伸ばすところがね、なかなかこれ伝わらないんで、これかなり参考になると思います。ぜひ、ガズクラブもご活用ください。お時間ある方はこういう映しておくので、まずこう A メロ映してください。一時停止ね。
なかなかこれね、子供ソングだ、キッズソングだと思ってね、舐めているとね、歌ね、なかなか奥が深いですよ。はい、OK。じゃあ次。ピューラリーラ、ここがね、いい感じなんですよね。ピューラリーラ、素敵。ほんで、ここがサビになります。はい。このね、歌詞ね、もう飛び上がっていこう、ジャンプして。ほんと、大変なこともあるけど、ジャンプだ!ね。すごいいい感じ。いいですか?一時停止で。で、ここちょっとまあ、こう、感想みたいなの入って、もう最後のサビに行きますよということですね。はい。一番のサビと、コード進行一緒ですね。で、ここから最後のエンディング、ボヨヨヨー、イェイ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 、ボヨヨーンってやって、終わったよということでございます。さあ、出てくるコード見ていきましょう。出てくるコードは結構多いんですよね。言っていきます。C、A マイナー、F、D7、D マイナー、G7、E7、E マイナー7で、コード8個出てきます。はい、見て、ボヨヨヨーンってね、はい、ジャンプしてます。ボヨヨーンです。はい。8個のコードってね、こんなにいっぱいあるのかと思ってね、驚いちゃうかもしれないんですけど、この今映ってるコードはね、めちゃ簡単コードのグループなんです。これなんです。ガズレレ必須コードというグループなんです。これ何かというと、このウクレレで音楽始めたい時に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループがあるんですけど、その中の8個なんで、入門コードなんですよ。これね、10個もあると思うかもしれないけど、入門コードが1個ずつ見たら超簡単ですよ。どれも。なんだけど、いっぺんに覚えようと思うと、ちょっとなかなか覚えられないんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画を撮っております。それ見たらすぐ覚えられます。はい。概要欄に貼っておくので、それ見といてください。さあ、今のシンプル簡単バージョンですけど、本当今ね、やったように4つ弾きで、こう、パワフルに歌う。もうこれでもね、すごいね、もうバッチリで、まずキッズと一緒に盛り上がるには今のシンプル簡単バージョンでバッチリだと思うんですけど、もうちょっとね、レベルアップしたいなという方のためにちょっとね、ご提案をさせていただくと、リズムをですね、弾き方っていうかリズムを変えるとですね、さらにね、もっとエモーショナルになります。おすすめのリズムはやっぱりこれですね、8ビートのチャーだと思います。ちょっとやってみると、どんな大変なことが起きたって、君の足のそらしたりは、このリズムでやるとやっぱりもうちょっと躍動感出ると思います。そして原曲もちょっとね、さっきのシンプル簡単バージョンのゆっくりバージョンよりも結構テンポ早めなんで、8ビートのチャでこれを全部弾いてしまうとかなりね、また元気もりもりバージョンにはなりますね。ですので今のシンプル簡単バージョン慣れてきたら、ぜひこの8ビートのチャのでも、トライしてみてください。このリズムの弾き方結構簡単にできるとは思うんですけど、一応概要欄にですね、ウクレレで弾けるリズムいろいろという URL 貼っとくんで、今のリズムかっこいいなと思った方ぜひやってみてください。ボヨヨヨーンと空へ飛び上がってみよう。かっこいいでしょ。これ躍動感、これもね捨てがたいと思ったんですけど、まあ今回はねキッズと歌うってことを第一に目的にしてシンプル簡単バージョンでやってみたんですけど、やっぱ歌は簡単にはできないです。この曲歌も結構深いですからね、しっかり聞き込んでですね楽しく練習していきましょう。こういう曲ってやっぱでもね、キッズと一緒に盛り上がれるとかやっぱすごいね、カチカチだと思うんでね、はい、楽しみながら練習していってください。でちょっとお知らせです。冒頭にもちょっとお伝えしたんですけど、ガズレレ生誕10周年ということで、5月にイベント開催です。東京、名古屋、大阪のイベントが決まっております。詳しくは概要欄にリンク貼ってますんで、ぜひお会いしましょう。会場でお会いできるの待ってますよ。今年のですね1月7、8、9の3連休なんですけど、はい、これポップアップショップ、G ラボウクレレのポップアップショップがですね、島村楽器さんで、行われる予定になっております。ララポート湘南平塚店さんで行われます。G ラボの、ウクレレフルラインナップの展示がありますから、皆さん、行ってですね、いろんなウクレレを試し弾きしていただいて、スタッフも行きますんでね、いろんな質問をしていただいたりとかして、ぜひぜひ、体験してください。まず G ラボのウクレレもものすごいいいウクレレなんで、やっぱり手に取ってもらうというのはね、すごくいいなと思うんで、ちょっとね、まだね、第1弾の報告のこれからこういう機会増えていくんですけど、そういうわけでね、まあ、もう一回確認すると、7、8、9ですよ。ララポート湘南平塚店の島原楽器店さんで、行われるポップアップショップ、ぜひチェックしておいてください。ってガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる
る方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもあの YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレではアプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから3も300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとか、ね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を持ち歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。あとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、 T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん。こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ、またねー。